モックス、どうしたの？失礼した。どうした？そんな時はよ、失恋ソング聞いても泣き晴らしなよ。DJ モックスジャパンの YouTube ラジオ。はい、皆さん、こんにちは。DJ モックスジャパンでーす。ね、泣いてましたね。ね、やっぱね、失恋したって言ってましたけど。実は今日はですね、リスナーの方から、前回、恋をした時に聴く神曲、6000ということで、やってまいりましたけども、それに対して、まあ、恋をしたらですね、恋には終わりがつきもんだということで、失恋ソング特集やってほしいという、リクエストが、ありまして、では早速取り掛かろうということで、で、まあ、ね、俺自身が、どうしても失恋ソングとなると、非常に、まあ、偏ったセレクトになってしまうので、ちょっと周りの人たちにいろいろ聞いてですね、今回選曲させていただきました。まあ、そんな、形でですね、失恋ソング、神曲6000ということで今日は特集をやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、改めまして、こんにちは。DJ モックスジャパンです。早速ね、今日は失恋ソング、特集ということでやっていきたいと思いますが、1曲目、早速、お便りいただいてますので、読み上げていきたいと思います。ラジオネーム、あゆさんから、DJ モクさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてます。モクさんが、ボーイやヒムロックの大ファンっていうのは、このチャンネルのリスナーの皆さんからすればよく知られたことですが、今回失恋ソング特集をされるということで、私からこの曲をリクエストします。私が一番ボーイで、好きな曲です。あゆさん、ありがとうございます。まあ、この曲はですね、以前、まあ、ボーイが、解散してですね、30年かな、どっちかちょっと忘れちゃいましたけど、ボーイザベストストーリーというベストアルバムが、2013年にリリースされたんですけど、まあ、この時ですね、ファン投票を実をやってまして、その曲に時に、1位を獲得した曲でもあります。それではお送りします。ボーイでクラウディーハート。
はい、それでは失恋ソングどんどん生きていきたいと思います。次の曲はですね、次もリクエストいただいております。ラジオネームりょうちんから、DJ モクスさんこんにちは。モクスさんから、失恋ソングないかと連絡があったので早速リクエストします。曲は、ラッドウィップスの、ラッドウィップス4、おかずのご飯という、2006年にリリースされたアルバムから、めめしという曲です。これ、めめしってね、memeshe ということで、me, me, she という英語読みだとそうなるんですけど、めめしという、ね、男のめめしさを歌った曲ということで、この曲をリクエストいただきました。まあ、正直、私、この曲、存じ上げませんでした。ね、ラドウィプスでは、前前前世という曲で知ったんですけども、ね、他の曲は申し訳ないけど、ちょっと全然知らなくてですね、今回、こんな名曲を聴くきっかけを、作ってくれたりょうちに感謝します。それでは、お送りします。ラドウィプスで、めめし。
らそれはありがとう。はい、それでは次の曲いきたいと思います。次の曲はですね、まあこれも、知り合いに聞いてですね、リクエストしてもらった曲なんですけども、シャムシェイド、知ってますか？これはですね、ラジオネームペタローさんからいただきました。DJ モックスさんこんにちは、失恋ソングですか？ちょっと待ってください。あ、シャムシェイドにですね、誰かの気持ちを考えたことがありますかっていう曲があるんですよ。知ってますか？いや、モックスは知らない。タイトル長いねって言っちゃいました。で、まあ、この曲を、誰かの気持ちを考えたことがありますかっていう、曲をリクエストされたので早速聴いてみましたね。これね、めっちゃいい曲なんですよ、ね、歌詞ももうこのタイトル通りの、曲でですね。で、これの聴きどころもう一つあるんですけど、実はシャムシェードのギタリストはですね、ダイタさんっていう人なんですけどね、この方が実は僕の敬愛する、氷室京介さんのですね、ギターをずっと、長いこと2003年ぐらいからやってるんじゃないですかね。ハイアーザヘブンっていうツアーから、ツアーのですね、時はギターを、このダイタさんがやってるということで、で今なんで、ダイタさんの話したかというと、この曲の、ギターソロがあるんですよ、感想で。それもめっちゃかっこいいんですよ。なので、曲も歌詞も素晴らしいんですけど、ギターソロもめっちゃかっこいいので、そこも聴きどころということで聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。シャムシェードで誰かの気持ちを考えたことがありますか。誰かを死にそうなくらい愛
したことがありますか。はい、それではどんどん行きたいと思います。ね、失恋ソング、の特集なのに、なんか今日モクス、ちょっとテンション上げめな感じで喋ってますけど、ね、実はね、前回の、撮影というか、投稿の時にですね、ちょっと、テンション低すぎやないですかっていう声が実はありまして、まあ、この収録も実は朝やってんですけど、前回はもっと早い時間にやってましてですね、どうしても朝一番だとなかなかテンションが上がらなくて、まあそれは言い訳になってしまうんで、今回ちょっと、意識して、ちょっと上げめなテンションで、やっていきたいと思ってます。まあそっちの方がね、言葉も、伝わりやすいし、小さい声なんて、小さい声で喋ってるとね、どうしても、ね、聞こえなかったりすると、
ちょっとストレスになったりすることもあると思うんで、ちょっとハキハキとちょっと喋っていきたいと思います。それでは次の曲はですね、これもいい曲です、名曲です。ラジオネーム FT さんから、モクスさんこんにちは。はい、こんにちは。失恋ソング、思いつくのはですね、最後の雨、は世代を超えた名曲だし、これは最後の雨っていうのはもともとは中西康さんの曲なんですけど、これをエグザイル淳さんが、カバーした曲でもあってですね、これもいい曲ですね。でケミストリーの、You Go Your Way っていう曲ですね。これもまあ非常に売れた曲、有名な曲ですね。まあこの辺がまさにドンピシャの世代です。でも、一番最初に思いつくのは、この曲です。HY の366日です。はい、リクエストにお答えいたします。ね、やっぱり、まあ、この曲知ってたんですけども、改めてしっかり、聞いたのは今回が僕も初めてでした。世の中には名曲がまだまだたくさんあるということが分かったという瞬間でしたね。はい、それではお送りいたします。HY で366日。手を
はい、次の曲行ってまいりたいと思います。次はですね、まあ、リクエストいただいたんですけども、その人が失恋して失恋ソングを聴いたということではなくて、その曲自体は失恋ソングではないんですけども、まあ、恋に破れた時にですね、この曲をその彼女がよく歌ってたという思い出深い曲という、ちょっと違った観点からの選曲になってます。ではお便り、お読みしたいと思います。ラジオネームスノーホークスさんからですね、DJ モックスジャパンさん、こんにちは。今回の、失恋ソングということです。今回失恋ソングということですが、曲自体は失恋ソングではないのですが、私の失恋の思い出からこの曲をリクエストします。学生時代に同級生の女友達から彼氏とうまくいっていないことを相談され、その後飲みに行き、その後カラオケに行った時、この曲を彼女が歌っていました。その後、彼氏と、別れた後、付き合ってほしいと告白されたのですが、私に気持ちがなかったため、その時はお断りしました。その後、まあ、就職がそれぞれ決まり、彼女は、地元に残り、私は東京に就職して離れ離れになってしまいました。ところが、東京に住み始めた途端ですね、彼女のことを好きになってしまいました。ということでですね、で、しかし、それも後の祭りということで、その後、彼女に遠距離恋愛をしようと思ってアプローチしたんですけども、その時にはすでに、新しい彼氏ができてしまっていました。今でもこの曲を聴くと、その時のことを思い出します。ということでですね。で、まあ、これは19、20歳ぐらいの、彼の話なんですけど、まあ今は、結婚して大事な奥さんと幸せに暮らしているので、今は幸せなのですごく、彼は男前なんでね。まあこれはモテる男の話ですね。ねえ、まあ俺なんかね、もう全然そんなことないからね、もうひがむんですよ、こういう話を聞くと。ね、羨ましいと思いました。失恋したのに羨ましいと思いました。ということでですね、これ、曲はですね、実は華原朋美さんの曲なので、で今回ライブバージョンをご用意いたしました。僕ねこの曲すごく気に入ってしまって、もうね4回5回ぐらいも聞いてしまいましたね。はい、それではお送りいたします。華原朋美さんでサマービジット。
はい、それでは、最後の曲行ってみたいと思い、行っていき、行きたいと思います。噛みまくりですいません。まあ、最後はですね、私の、選曲なんですけど、まあ、私ということは、まあ、大方予想できると思うんですが、ヒムロックの曲から、1曲、セレクトさせていただきました。まあ、これはね、もう本当に、まあ、氷室さんは切なさの象徴って言ってる人がいるぐらい切ない、曲でですね。で、まあ、歌詞でも、ね、もうあれほど誰かを大切に思うことは、二度とないだろうという、歌詞が ありましてですね。まあ、氷室さん自身もこの曲がすっごく好きで、まあ、好きである証と、本人が好きである証としてですね、まず、もともとこの曲がリリースされたのは、89年だったと思うんですけど、ジェラシーを眠らせてという、大ヒット曲があるのですが、そのカップリングということで、最初発売されました。その後、ベスト版でも、再レコーディングした曲が1回、で、20周年にも、20周年記念のアルバムでも、改めて、レコーディングをし直してということで、まあ、本当にこの曲を自分自身で気に入ってる、曲なんだなということで、私自身もすごく、好きな曲でもあります。めっちゃ切なくなる曲です。それではお送りします。氷室京介さんでラバーズデイ。
はい、本日はですね、失恋ソング特集ということで、6曲、選ばせていただきました、いかがでしたでしょうか、おさらいをしますと、1曲目がボーイでクラディハート、2曲目が、ラッドウィップスで、メメッシー、3曲目が、シャムシェードで誰かの気持ちを考えたことがありますか、4曲目がHY で366日、5曲目が香原朋美さんでサマービジットで、最後6曲目が氷室京介さんで、ラバーズデーということでですね、実はね、まあいろんな人にですね、今回聞き回って、他の曲もたくさんありました。で、全曲行こうかなというふうにも思ってたんですけど、まあどうしてもね、放送時間が長くなりすぎるので、今回は、1曲ずつリクエストした方の、方から何曲かいただいて、複数曲いただいてたんですけど、1曲ずつ選ばせていただいて、私自身も1曲だけ選んでということでですね、今回は、6曲ということで選ばせていただきました。ね、失恋ソングの定番曲なんかもいっぱいありますけどね、で私なんかは、ね、本当はプリプリの M とかですね、この特集に出そうと思ったんですけど、まあ、一度歌ってたりもしてるし、他の、収録の時にも紹介したこともあるしということで、今回は、ラバーズデーを選ばせていただきました。で、今回のラバーズデーはですね、20周年バージョンということで、元々の最初にリリースされた曲ではなくて、ピアノの曲でかなりクラシックな感じで、しかも重厚な感じでちょっと仕上がった、曲ということで、ね、失恋した時には重くのしかかって泣きまくってしまう、曲調じゃなかったのかなというふうに思います。ごめんなさい、その他にもね、皆さんからリクエストをいただいた曲はどれも、すごく、気持ちのいい曲ばっかりでですね、またこういった感じのですね、いろんな特集をやっていきたいと思いますので、これを聞いていただいている方の、中でも、こういった特集やってほしいという、ことがありましたら、コメント欄に書いていただきましたらぜひ検討させていただきたいと思いますので、ぜひ、リクエストいただけたらというふうに思います、ね、今日もこの、名曲6選素晴らしいと思いましたね。やっぱり音楽は素晴らしいなと思います。まあそんなわけで、今回はですね、DJ モックスと、その仲間たちが選んだ失恋ソング神曲6選ということで、やらせていただきました。またね、こういう機会を、設けていきたいと思いますので、何かの、テーマに沿った曲をやるというのも、今後続けていきたいと思います。
はい、それでは、また次回の、動画でお会いしたいと思います。それではごきげんよう。さようなら。